メンタリストだから俺。やばいな。Let's fight together. 俺メンタリストだから。人の心全部わかる。全部わかった、俺は。人間の精神っていうか、もう全部わかった。世の断り全部わかった。俺メンタリストだから。全部わかった。やっぱ俺なりのね、考えがあるから。もう一度言うよ。勝ったら俺のおかげ。負けたらお前のせい。行こう。皆さん。笑いが止まらん。え？いや、ちょっとバカにしないでもらっていいですか？俺メンタリストだよ。泣く子も黙るメンタリストだよ。オンラインサロンってめっちゃ稼いでるからね。1日何分で爆速、超効率、お金を稼ぐ方法。早期リタイア。これであなたも富豪へ。メンタリスト。メンタリスト落ちにゃん。全部わかったから俺。世の中のこと。俺なりの答えが見つかった。ジャイアニズムに出会って俺は人生変わったからね。なお、生活は底辺の模様。一歩間違えたら生活保護の生活をしている。そんな人です。でも全部わかった。この世のこと全部わかった。俺にひざまずけ。でもいくら気をつけててもね。あ、これさ、これさ、俺ずっと言おうと思ってたんだけど、俺は、差別とか偏見とか、しないでっていう、スタンスの人間ではいるんだけど、俺自身、差別、偏見あるんだよ。差別もしてるし、偏見もあるんだよ。してる。多分してる。多分してるっていうか、もうしてるし、してた。俺、ツイッター、頑張りしたらさ、差別的発言クソほどいっぱいあると思うから、怒られたら困るんだけど、でも消そうと思わないんだよね。それも全部俺の人生だから、俺がやったことなんだよ。全部。俺はそれを受け止める。これマジ。これマジな話しそうなんだよ。なんか都合悪かったら消すとか、そういうのってちょっと違ってて、それって向き合ってないんじゃんか。これは差別も偏見もしたし、してるし、もしかしたら今もしてると思うし、人ってさ、単純じゃないじゃん。マジな話。差別偏見って人間が無意識のうちにやってるからね。無意識の、ツイッター覗き見すんの忘れてた。覗き見してもいいっすよ、全然。無意識のうちに人は偏見するんだよ。偏見してんだよ、実は。誰でもそうだと思うな。何々のくせにだとかさ。まあ俺、コンビニで働いてるけどさ、コンビニの店員だろ、コンビニの店員のくせにとか結構言われたりすんだよ。酔っ払ってるやつに。まあ、最近はそうでもないんだけど、なんか、やっぱちょっと、下に見られてる感じとかあるわけ。これって一種のさ、あの偏見じゃん。Watch out.失敗。薄毛でも、そう。薄毛の何が悪いのって話じゃん。それはでもコンプレックスだから、本人が嫌だと思ってるから、あれで、俺は薄毛になんかなりたくないって思うんだってあって、それはちょっと過剰な反応な感じはするんだけど、でもまあそういうことじゃん。単純じゃないよ、そんな。何々はダメで何々はいいとか。そんな単純じゃない。人って無意識に偏見してるもんだから、だから差別と偏見なくなんないの。そのツールを使って一人を貶めたりとか、
首にしようとか。待って、なんかスタックしてる。はい、1対1。このサボテンのせいで。あー、間に合わんかったー。このグレはうまい。うますぎ剣心。はっ。当たる。うまいね。来た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